はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画はワッサム町にある寿司の人気店についてです。皆さん、ワッサム行ったことありますか？ワッサム町は旭川市から約40キロ、一般道で約1時間ぐらいです。この町も冬の最低気温はマイナス30度前後になることもあり、最高気温でもマイナス15度くらいまでしか上がらない日もあるそうです。また、かぼちゃの作付け面積日本一、越冬キャベツも有名です。こちらのお店は寿司屋ですが、手打ちそばも人気です。そんなワッサムにある寿司店、寿司さんとこを紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの場所は JR ワッサム駅から約250メートル歩いて3分くらいの場所にあります。営業時間は11時から14時、17時から20時です。ただ、コロナの影響などで変更している場合があります。定休日は水曜日です。お店の中の様子です。カウンター席とテーブル席、奥に座敷がありました。今シーズンで引退しましたプロ野球日本ハムの斎藤佑樹投手と杉谷拳士選手のサインが飾ってありました。新聞や雑誌も置いてありました。ネタケースには数の子、イクラ、マグロ、ホタテ、カニ、甘エビ、タイ、タコ、サーモンなどがありました。寿司のメニューです。握りやチラシ、巻物のメニューなどがありました。黄色の枠で囲みましたジャンボ生チラシは上生チラシのネタで、ネタも厚みがあり、かつご飯の量は 1.5 倍だそうです。ただネタの量はほとんど変わらないそうですが、上生チラシに200円の追加で食べれるのはお得だと思いました。また今回私が注文しました寿司定食も人気だそうです。こちらはご飯もの、定食、そば、うどん、ラーメンのメニューです。ご飯ものでは天丼が人気だそうです。こちらのお店のそばはワッサムさんのそば粉を使用し、お店で手打ちしています。初代はそば屋さんだったそうですので、美味しいのも納得ですよね。特に天ざるそばやそば定食が人気があるそうです。また味噌ラーメンはスープが美味しいとのことで、これも人気だそうです。こちらは一品料理や鍋物、ソフトドリンクのメニューです。個人的にはガーリックバター焼きが気になりました。中にはつぶ貝が入っているとのことでしたので、絶対美味しいと思いました。こちらはアルコールと仕出し料理のメニューです。冷酒は各種銘柄を揃えているようですので、お店の方にお確認いただければと思います。私が今回注文しました寿司定食、税込み1900円です。握りは5貫でしたが、エビは甘エビだそうです。こんな立派な甘エビはなかなかないと思いました。そばはコシがあり、人気のそば屋さんのそばと同じレベルのそばだと思いました。天ぷらはエビと白身魚、春菊がありましたが、サクサクでした。こちらのキノコは地元で採れました薬用キノコで、なめこのようにぬるぬるしていました。それ以外の料理も含めて、どれも本当に美味しかったです。寿司の握りはテイクアウトすることができるようです。また仕出し料理もありましたので、ぜひご注文いただければと思います。支払いですが、クレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しましたワッサム町にあります寿司の人気店、寿司さんとこはワッサムで美味しい寿司や手打ちそばなどを食べることができるお店です。ワッサムで美味しい寿司や手打ちそばが食べたいと思った際に、ぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ワッサム。